グラスホッパーグラスホッパーはリキュールをベースとするカクテルである新しい作り方によって作られたグラスホッパーはショートドリンクに分類されるカクテル名のグラスホッパーとはバッタまたはキリギリスのこと昔と今とでは作り方が変わったカクテルとして知られる新しい作り方によるグラスホッパーは不透明な淡い緑色に仕上げるがこの緑色は グリーンペパーミントリキュールの緑色に由来し、生クリームと混ざることで、淡い色彩となる。なお、カカオリキュールは、ホワイト使用しないと、淡い緑色が綺麗に出ない。このため、カカオリキュールは、アレクサンダーを作る時などに、しばしば使用される、茶色のものではなく、無色透明のホワイトカカオリキュールが指定されている。なお、 新旧どちらのグラスポッパーも基本的には食後種に分類され、その中でもとりわけ代表的なカクテルとされる。しかし別に食後に飲まなければならないと決まっているわけではない。グリーンペパーミントリキュール、ホワイトカカオリキュール、生クリームイコール111グリーンペパーミントリキュール、ホワイトカカオリキュール、生クリームをシェイクしてカクテルグラスに注げば完成である。 ブラウンカカオリキュールを使用して作ったグラスホッパーグラスホッパーは誕生当時三層のプルスカフェスタイルのカクテルとして作られていたそれがいつの頃からかは不明だがシェイクが行われ完全に3種の材料が混合された形で作られるようになり今に至るリキュールグラスにまずホワイトカカオリキュールを次にグリーンペパーミントリキュールを最後に 生クリームの順番でフロートさせてゆけば完成である。それぞれの比重の違いと色の違いにより、3層に分かれ、中央のみが鮮やかな緑色となる。なお、グリーンペーパーミントリキュールとホワイトカカオリキュールと、生クリームは、それぞれ等量ずつである。シェーカーを使ってシェイクすることには、材料を混合する以外に、材料を急速に冷却するという意味もある。 冷却が行えるのは、シェーカーの中に氷を入れるからであるが、冷却を行うことで口当たりを良くするなどの効果も得られる。シェークが行われた後、室温などで温度が上がってしまうと、材料の冷却を行ったことで得られた効果は、当然ながら失われ、しかも、シェークの際に、シェーカーの中の氷が溶けて薄まってしまうという。 シェイクを行ったことによる欠点のみが目立つ結果となる。したがって、シェイクを行った以上は、その後、温度が上がってしまう前に飲み切ってしまう必要が出てくるのである。つまり、ショートドリンクとなる。ところで、プースカフェスタイルのカクテルは、作る際、特に冷却を行ったりはしないので、一般的には、 ロングドリンクに分類される。それは、この旧来のグラスホッパーも、例外ではなく、やはり、ロングドリンクであった。すなわち、グラスホッパーは、ロングドリンクから、ショートドリンクに変化したカクテルなのである。シェイクが行われたことによって、カクテルが作られてから、比較的早い時間で飲み切る必要が出てきたのである。旧来の作り方、すなわち、 フースカフェスタイルのグラスホッパーには似たカクテルとしてキューカンバーというものがある。具体的には旧来の作り方のグラスホッパーからホワイトカカオリキュールを抜いたものであり2層になっているカクテルをキューカンバーと呼ぶ。なおカクテル名のキューカンバーとはキュウリのこと。フロートスタイルのカクテルでありキュウリの断面のように緑と白に分かれている。 リキュールグラスに適量のグリーンペパーミントリキュールを注ぎ、そこにグリーンペパーミントリキュールの半量程度の生クリームをフロートさせれば完成である。新しい作り方のグラスホッパーには次のようなバリエーションがある。ただし、新しい作り方のグラスホッパーのバリエーションには、それぞれの材料の混合比率として、1、1、1を標準としないカクテルが多数含まれる。 しかし、カクテルを作る際、それぞれの材料の混合比率を、飲む人の好みに応じて変えることは、しばしば行われることなので、ここでは、多少混合比率が異なるカクテルも、バリエーションとして挙げてある。古い作り方のグラスホッパーには、次のようなバリエーションがある。ありがとうございます。